いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。皆さんこんばんは、元美容部員の和田さんです。今日はですね、あかりかくの成功の秘訣をご紹介していきたいと思います。今日使用していくアイテムご紹介していきます。こちらがエレガンスリクイッドルージュビジューの100番、ちょっと濃いめの赤でございます。こちら同じエレガンスリクイッドルージュビジューの01番の少し明るめの赤でございます。で、今回使用するリップ、実はティントタイプでオイルルージュという新感覚リップなんですね。さまざまなリップがあると思うんですけど、中でもこのオイルルージュは色よりも早く唇にオイルが先行型で浸透してくれるので、馴染みも良くて広がりやすい特徴を持っています。エレガンスイルミネートタッチ301番、これは部分用ファンデーションですね。この3つを使って赤リップの秘訣をご紹介していけたらと思います。赤リップをつけるときに、どうしてもこう他のメイクとのバランスが難しくてちょっとわからないとか、どこをどうこう強くして馴染ませればいいかなっていうご質問があったんですけれども、まずその赤リップを塗る前の段階のメイクの私のポイントなんですけれども、基本的にはですね、ポイントはアイブロウ、少しワントーン暗めのお色、そして肌自体、ファンデーション自体も少しこうマットよりはツヤ感のある透け感ベースメイクがおすすめです。そしてノーカラーのベース、アイシャドウなどはほとんど色味がない、ちょっとパールだけですね。で、チークもしていません。基本的にはそのアイシャドウとか色を足さない状態で、先にリップメイクを楽しむと、バランスが取れる赤リップメイクができると思うので、ちょっとぜひこの順番でやってみてください。本当に美容部員さんとか、かっこいい女優さんとかがつけているくっきりと輪郭の取れた、もうまさに赤リップっていう印象の赤リップを先にちょっとご紹介していきます。先ほどご紹介したこちらの部分用ファンデーションですね。これでまず口元の輪郭をしっかり縁取っていきます。ポイントなんですけれども、全体をね縁取る方もいらっしゃると思うんですけれども、基本的に女性のここの山の部分とか、逆にこの下の部分、上下の部分って和田さん的にはもうすごく魅力的に見えるんですよね。なんかそこをこうぼかしてしまうというよりは、やっぱりこう下がりやすい口角とか、この部分だけをちょっと補正する、その意味でくの字で囲んでいきます。この時ちょっとこう手首を返してあげて、こういう状態、この状態でしっかりこの斜めにフィットするようにしていきます。はい、そうで、逆こういった感じですね。はい、反対側も同じです。くの字で。分用ファンデーションなんですけど、なんかね、カバーというよりはちょっとね青みが入ってて、なんかつけたらね明るくなるんですよ。本当に透明感が出るファンデーション。もう私的にはこのリップの輪郭とかだけじゃなくて、今後アイブロウとか、まあ、Cゾーンとかにもハイライトとして使っていこうかなと思うんですけど、ほんとね柔らかくて馴染みやすくて乾燥しない、口周りとかね乾燥しやすいから、やっぱり保湿してくれるものがねおすすめですよね。で、くの字こうやって囲んでるときね、なるべくやっぱり先ほどお伝えした上下、ここにはあんまり部分用ファンデーションがこう来ないように気をつけてください。はい、このような感じですね。そうしましたら、私の大好きな赤リップさんの出番でございます。本番ですよ、はい、塗り方のポイントなんですけど、赤リップっていうと結構皆さんそのリップスティックをイメージされると思うので、なんかリップスティックって勝手にこうふわっと広がってくれるっていうようなことがないので、皆さん最初からこうオーバーリップに描いて輪郭を取ろうとするんですね。ただこの今から使うリクイッドルージュはオイルが先行型で、オイルが先に浸透してくれることで、ふわーっと小さく描いてもふわーっと綺麗に口角まで馴染んでくれるんですね。一回口角綺麗に消してるので、本当に綺麗な馴染み方するので、ちょっと見ててください。そして私のつけ方は、チップをしっかり縦に持って、自分の唇のイメージよりも少し小さめに輪郭を取って描いていく。そうすると一回埋まったシャドウにうわっと広がるので、こういった感じです。はい、少しですね、普段の私のおたらこさんよりは少し今小さめに取ってるんですけど、この後一度まんましていきます。そうすると、お、わかります？これね、本当にわかる人にはわかる、すごい、こんなにちょうどいい綺麗な赤リップができちゃうんですね。すごい
く綺麗。私はこれぐらいしっかりつけたい派ですね。うんうん。あ、すごく落とすの嫌ですけど、次はナチュラルなグラデリップのやり方も教えていきたいと思います。はい、では続いてですね、グラデリップの正しい方法をお伝えしていきたいと思います。綺麗なグラデリップしてる方って共通点がありまして、それが下唇にしっかりと色がついて、上唇は本当に少しこうついてるぐらいなんですね。それをコンシーラーでこう全体を整えた後に上下につけて、こうなんかぼかす、両方ともぼかすイメージっていうのがなんとなく皆さんお持ちかなと思うんですけど、まあ、実質私もそういう方法で今まではやっていたんですけれどもですね、ちょっとそれが結構違和感が出たりとかするので、違和感が出ないためのちょっとポイントをお伝えしていきたいと思います。じゃあ先ほどと同じこちらの部分用コンシーラーから使っていきます。今回のグラデリップは囲みコンシーラーなので全体を、のせていきますね。内側に色をぼかしていきます。余ったら鼻とかにもつけちゃう。はい、その後こちらの01番ですね、少しなんか私はグラデリップにしたいときはあんまり濃すぎるリップというよりはちょっとナチュラルでシュアカっぽい色をつけていきます。ここでポイントなんですが、上下に色はつけません。下だけにまず色をのせます。これもオイルリップの特徴を生かしたつけ方なんですけど、結局ですね、もうつけたところからじゅわーっと広がってくれるので、上唇も一回まんましてあげるとちょうどいいぐらい上に、つくんですね。はい、でどっちかっていうと下の方が濃いグラデーションになってた方が、まあ、リアルなグラデリップができるので、先に下にちょっと塗っていきます。でこれは本当にもう内側だけですね。このような感じ。そうするとなんか分かりますかね、こういうちょっと志村けんさんみたいな唇、このぐらいで大丈夫です。はい、したらそのまままんましましょう。たったこれだけでこんなになんかナチュラルな和田さんになっちゃうんですね。びっくりしちゃった。やっぱりオイルルージュの特徴なんですよね。とにかくつけた部分は濃くで、なじませた部分がじゅわっと外側に広がってくれるので、苦手な人も絶対この赤リップだったらつけ方、そして選び方としてオイルルージュを使ってあげるっていうのがかなり私はおすすめですね。はい、先ほどつけたリップとちょっと2パターンでだいぶ印象が変わると思うので、皆様にもぜひお試しいただければなと思います。それでは本日もご覧いただきましてありがとうございました。私は赤リップが本当に大好きなので、ぜひ赤リップ旋風が起こることをお祈りしております。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。本日もご覧いただきましてありがとうございました。他にもおすすめの動画がございますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ご来店ありがとうございました。